どうも、青木目の乙女です。今回は遊戯王でも有名で人気の高い聖眼を使っていこうと思うぜ。マスターデュエルの聖眼はプレイヤーレベルを10にすると構築デッキが、カードパックのリバイバルオブレジェンズから強力な聖眼サポートが、それぞれ手に入り簡単に強化できるから2軍デッキとして作ってもいい。ブラックマジシャンと同じで今後の強化も約束されてるようなものだしな。ただ一つ、対戦に移る前にこれだけは言っておきたい。このデッキは純聖眼じゃないただのネタデッキだ。聖眼デッキ作るなら他のレシピを参考にしよう。ではいつも通り細かいデッキレシピは最後にして対戦へ。よろしくお願いします。こちらの先行でスタート。強力で貪欲な壺発動。デッキの上から10枚除外して2ドロー。相手がチェーンして増殖する G。うららかと思って画面割るところだったぞ。その G にチェーンしてディメンションアトラクター発動。このカードは自分の墓地にカードが存在しない場合、手札から捨てて次のターン終了時まで、墓地へ送られるカードを墓地へ行かせず除外させる。前にも言ったが遊戯王の墓地は第2の手札レベルで、重要なリソース源だから墓地肥やしできないというのは相手によっては罪もあり得る。ビンゴマシーン発動。デッキからブルーアイズモンスター、もしくはテキストに聖眼と書かれた魔法罠をサーチする。次元の裂け目発動。これは墓地へ送られるモンスターを除外させる永続魔法。ディメンションアトラクターとほぼ同じ効果だがスキルドレインを守るおとりとして置いてみた。バック除去を次元の裂け目に使ってくれると嬉しい。相手のデッキはドラゴンメイドだったか。悪いがお心づくしの墓地送りは除外させてもらうぜ。ドラゴンメイドは墓地から高レベルモンスターを特殊召喚するのが強いテーマ。モンスターを墓地へ送れないのは辛かろう。こちらのターン、強力で金満な壺発動。エクストラデッキをランダムに6枚除外して2ドロー。さらにビンゴマシーン2枚目。デッキからブルーアイズモンスターか。聖眼魔法罠を3枚選んでランダムに1枚手札へ加える。他にサーチ手段のないカオスフォームを回収。相手に我が嫁を自慢することでブルーアイズオルタナティブを特殊召喚。オルタナティブホワイトドラゴンのターン1効果で攻撃を放棄する代わりに相手モンスターを破壊。突然現れるこのデッキのエースだ。ディーザ先輩。ディーザ先輩は除外されている自分のカード1枚につき攻守が400上がる。さっきから強力貪欲や強力金満で除外しまくっていたのだよ。ワンキルには打点不足だったが将来的にスキルドレインでバニラカードになる前に一発殴っておいた。相手は墓地肥やしできないのが辛そうだな。誘発ばっか積んでないでディーザ先輩でも入れたらどうだ。我が嫁召喚。正直動画化できそうで倍を意識した。一般デュエリストの皆さんは激流走を警戒しましょう。滅びのバーストストリーム。よろしくお願いします。こちらの先行。ネタ系実況者として普通の聖眼使うのは面白くなかったから墓地肥やしネタが環境にぶっ刺さってるってことを伝えるデッキにしてみました。ヒーローのダークロー、罠のマクロコスモスなんかが代表的だな。現環境のトップ、トライブリゲード、エルドリッチ、戦闘機、トライトロン、その他はいずれも墓地から効果を使ってアドを稼ぐのが得意なデッキだから墓地肥やしを封じてやると貫通できたりする。特にエルドリッチと戦闘機はキーカードがわかりやすい。中途半端にうららで1回止めるよりディメンションアトラクター投げた方がその後の展開をすべて妨害することになる場合もある。飛行でムラクモは手札、墓地からデッキトップ8枚を除外して特殊召喚できる。レベル8のムラクモとオルタナティブでエクシーズ召喚タイタニックデラクシー。バックにスキルドレインを構えてターン終了。このデッキは先行取ってスキドレ置くのが目標。スキドレさえ通ってしまえば今の環境ほぼ価値格だからな。エルドリッチ以外相手が強力金満。金満はメインフェーズ1の最初にしか使えない。でその効果はタイタニックデラクシーでチェーン。タイタニックデラクシーは1ターンに1度魔法効果を無効にし、そのカードを自身のエクシーズ素材として吸収する。墓地でも使える魔法や墓地の魔法枚数が重要な戦闘機に刺さってる効果だぜ。そして相手のデッキがエルドリッチと判明。相手も初手金満2枚だったのか。エルドリッチを自分の裂け目で除外してやりたかったがないものは仕方ない。スキドレも今回は出番なさそうだ。ちなみにスキルドレインは1000ライフ払って発動する永続トラップで、フィールドの全ての表側モンスターが効果を無効化される。完全耐性でも持ってない限りどんな強い効果のモンスターだろうとモリンペンレベルのテキストにされるってことだな。恐ろしや。いっせいいパンチもらったがライフ1でも残れば負けてない。3500点くらいくれてやるよ。相手ターン終了時にムラクモの効果発動。デッキトップ8枚を除外して蘇生。ムラクモの蘇生はターン1だが相手ターンでも使える。相手のエンドフェーズに蘇生すればほぼ確実にこっちのターンまで生き残ってくれる。もし処理されてもこっちのターンになればまた蘇生できるぜ。そしてトップからパイセンがご到着。こっちの金満にチェーンして相手がエルドリッチル発動。しかし判断を誤ったな。それがずっと伏せられてたらスキドレを警戒したものを。バックなしのエルド2体なんか怖くないぜ。守備表示で出したとしてもこっちには守備貫通のカオスマックスが使えている。カオスマックスは守護モンスターに攻撃した場合倍の貫通ダメージを与える。簡単に言うと守備力ゼロのモンスターを殴ったら4000の倍で8000ワンキルだ。1回守備力ゼロのデビリチャル押し付けられてカオスマックスにぶち抜かれた。そして満を持していたパイセン。現在29枚除外されているので攻撃力11600パンチオラー。
対戦よろしくお願いします。先行金マンスタートやったぜ。基本的にじゃんけん勝ったら先行でスキドレ探し。金マンのエクストラ除外はいざ先輩に力を与えてくれる。出やがったな妨害幼女め。ウゴ系カードにチェーンして無効化してくるとは悪い子だ。しかし、うららは効果処理を無効化するだけで、効果発動に必要なコストの処理を止めることはできない。金マンはエクストラデッキを除外することで発動し効果でデッキから2枚引くカード。ドロー効果を止めてもエクストラ除外は通させてもらうぜ。さらに次元の裂け目、壁モンスターを置いてターン終了だ。なお金マンはメインフェーズの1番目でしか使えず、墓地にカードがあると使えないディメンションアトラクターとは相性悪そうだが、アトラクターをチェーンして投げることで両方通せる。さて、先ほどのお返しをさせてもらおうか。その金マンはうららで止めさせてもらうぞ。これでドローできず無駄にエクストラデッキを削っただけになったな。は、まさか相手もイーザ先輩のワンキルを狙っている？妨害されてもアドを稼ぐとはなんて強さだ。なんか上級ドラゴンメイドが効果使ったけど除外されたし無視しよう。そんな雑魚モンスターより警戒すべきは相手のイーザ先輩だ。相手が除外しまくる前に蹴りをつけなくては、相手ターン終了時に手札の紫毛特殊召喚。このデッキトップ8枚除外も当然イーザ先輩の力となる。え？デッキ除外にイーザが巻き込まれたらどうするのかって？こっそりデッキトップに戻せ。こっちのビンゴマシーンに相手がチェーンして2枚目のうらら。どいつもこいつも誘発ばっか積み上がって、資金不足でウルトラレア作れない人の気持ちを考えたことはないのか。ちなみにこのデッキのメインウルトラは23枚だぜ。レベル8の村雲みたいでエクシーズ召喚ドラッグラビオン。ラビオンの効果でエクシーズ素材を1つ取り除いて、デッキからドラゴン直ナンバーズモンスターを特殊召喚。金マンでミネロンドラゴンが除外されてなかったらワンキルだったんだけどな。ランダム除外な異常事故は仕方なし。次元の裂け目は継続中。タイタニックギャラクシーで魔法は1回止められる。ドラゴンメイドが武器を使わず手札3枚で展開できるか？ニッチェインドか。ターン終了時に村雲を蘇生。あの捨てカードが何かわからないし打線を確保しておくぜ。ドラゴンメイドの専用罠は場にモンスターがいないと使えないから、あそこにあって怖いのはそれ以外の汎用罠だな。魔法はタイタニックで止める。忘れた頃にマジックシリンダーとか出すのやめてほしい。ビート先輩がイーザ先輩になってしまう。どうしたか。対戦ありがとうございました。帰ってきました。デッキレシピ。聖眼デッキに貪欲と金マン入れて、いっぱい除外するならイーザ先輩使いたいってなって、ならいっそのこと墓地除外メタ積んでやろうってなって、聖眼とランク8エクシーズ作れて除外しまくれる村雲強ってことで完成したネタデッキ。アトラクターは1ターン目くらいしか使えないので、腐ったら目覚めの旋律のコストにでも相手の先行オロマイにチェーンすると気持ちよくなれるぞ。まあアトラクターは条件厳しいからめったに使われないし墓穴で止まるけど、基本は私聖眼ですみたいな顔しながら戦って、厄介な相手モンスターにスキドレチェーンしてカオスマックスでビートする。カオスマックスは火力、耐性ともに優秀なので頑張ってもらいましょう。イーザ先輩は裏守備表示でセットして、相手ターンに村雲出したりして火力上げながら反射ダメージを狙うのもあり、エクストラデッキは適当、金マンの餌になるだけだしな。一応ランク8作って妨害狙えるタイタニックは入れておきたい。結論、こんなデッキは自分で作らず実況者にやらせろ。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。